ホークスビーの起電機、内部に垂らした糸が電極が帯電すると惹かれることを示しているフランシス・ホークスビーは、イギリスの技術者、物理学者である。王立協会で働き、電磁気学分野で功績を挙げた。やはり王立協会で働き、科学装置会社を作った同盟の甥い、フランシス・ハウクスビー・ザ・ヤンガーがいるため、フランシス・ハウクスビー・ザ・エルダーと書かれることもある。 キジヤの息子に生まれた。エセックスのコルチェスターで1660年5月27日に洗礼を受けた。1678年に兄のキジヤの見習いをした後、アイザック・ニュートンの実験室の助手となった。1703年に王立教会の会長になったニュートンは、ホークスビーを王立教会の学芸員、装置組み立て技術者にし、かつてロバート・フックが 実験就任として毎週行われていた王立協会の公開実験を再開し、実験実演者にした。1705年までは日常的な真空実験を行っていたが、真空放電実験に転じた。夫本ゲーリ家が開発した摩擦式の起電機を改良し、中空なガラス球の中心の電極を帯電させた。ガラス球に演者が手を触れると、 その方向に放電し、低圧にしたガラス球に少量の水銀を入れて放電させると極めて明るい放電が得られることを発見した。後の水銀灯などの実用化につながる発見であった。1706年に王立協会のフェローに選ばれた。1706年、1707年にフィロソフィカル、トランザクションズに論文が掲載され、1709年に著書、 フィジコ・メカニカル・エクスペリメンツ・オン・バリアス・サブジェクツ・タッチング・ライト・アンド・エレクトリストが出版された。2010年に創立350年になった王立協会は科学・技術・数学分野の知られざる英雄を表彰するホークス・ビー・賞を設立した。ありがとうございます。